はい、どうもです。みんなが今一番知りたいことってさ、スプラトゥーン3関連のことだと僕は思ってるんですけど、合ってる？はい、ということで、今回は考察していきたいと思うんですけども、まず、スプラトゥーン3って、まだ何も情報出てないじゃないですか。だから何日発売とかは、まあ、絶対にわかんないんですけども、発売しますっていう情報だけは、ちょっとだけ予測ができるんですよ。そのこと今回、ちょっと僕の考えなんですけど、皆さんに伝えていけたらいいなと思います。まず、スプラトゥーン3が出るよって言われると思う日にちが予測できたのは4月19日の日曜日。もしくは6月の9日から11日のどちらかです。ではなぜ僕がこの日だと思ったのか、聞いてください。2020年4月19日。この日はですね、ニコニコ超会議、ニコニコ党会議が合併されたイベントの最終日となってるんですけども、毎回ニコニコ党会議にはスプラトゥーン甲子園ってのが開催されていて、今回も第5回スプラトゥーン甲子園ってのが開催されます。で、これがスプラトゥーン2の大会なんですけども、大体大会の終わった後って大きい情報を、例えば、別注シリーズが出るアップデの情報とか、武器値セレクションが出るアップデの情報とか、全部それ関連の、スプラトゥーン関連の、今後がね、伝えられてるんですけども、もうアップデって終わったじゃないですか。もうスプラトゥーン2アップデ終わってしまったので、次出るとしたらスプラトゥーン3のゲームなんじゃないかなと。これからスプラトゥーン3が出ますよ、作ってますよってのを発表するんじゃないかと、僕は思います。なので、4月19日の日曜日ってのが予測できたんですよね。6月9日から6月11日。これはですね、アメリカで行われる E3。多分 E3 って言ってもみんなピンとこないと思うんですけど、ゲーム会社が今年出すゲームはこういうゲームですよと見本を発表する見本市場みたいなのが行われるんですよ。毎年任天堂さんもゲームの発表してるので、もしかしたらここでスプラトゥーン3が出るよと、新しいスイッチ以外の機械を作りましたとか、そこでスプラトゥーン出しますよみたいな、そういった話がもしかしたらそこでもあるかもしれない。だから僕はどちらかと思います。ということで、まとめると4月19日か6月9日から6月11日に発表されると思います。まあ、あくまでも僕の予想なんで、外したら笑ってください。はい、間違いしました。アマ美術大学縄張りバトル。よろしくお願いします。ちょっとね、武器はデュアルスイーパーっていう武器がなんかそこそこ下手くそになってたので、僕マニューバケットの武器はね、練習してたことがあって、一時期まあ他の武器もまあ練習しないと使えないんですけど、なんかね他の武器よりかは練習してたんで、まあまあ使えたんですけど、なんか最近ねダメだねプライムシューターとか増えてきてさ、なんかデュアルスイーパーよりプライム使っちゃうから、なんかダメなんだよね。味方やられてるね。エクスプロッシャー二人いんのか、めんどくさ。エクスめんどくさくない、二人いんの。行くか。倒し行こう。あとちょっと。あ、オッケー、ひどい。だけど。やばい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 。なんかついてきた、ついてきた。やばい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 、危ねえ。あ、でもこれ、リアルだったから逃げれた説あるな。味方ナイス。やってくれた。エクスプロッシャー二人ちょっとえぐくないか。めんどくさいぞ、あれ。ちょっとめんどくさいね。味方やられちゃったか。前出すぎるとエクスプロッシャー絶対上からやられちゃうからさ、マジで無理しない方がいいと思うんだけど、隙を見つけたらエクスプロッシャーやりたいんだよな。当たり判定がまだ弱くなったのが救いだな。やべやべやべ、あっち行ったか。味方が死ぬな、これ。気をつけて。あ、任せて。ナイス。左いるね。右と左間違えた。こっちいる。マジ一発か。ありがとう。エクスプロッシャーやっぱ二人いるときついな。きついっていうか、なんか、やばいね。やだね。でも、ま、近くから倒せればいいんだけど。うん、これ勝てる気がするけどね。編成的にも別に悪くないし。ローラーさんが倒してくれれば。あれ、潜伏とかで倒してんねや。ボム踏まないから、これ。無理か。来た。
あ、逃げてるぞ。あ、ナイスナイスナイス。降りてきてくれた。味方サンキュー。ほい。もう右側塗ってるから相手もきついでしょ。雨も溜まるしな。来たね。オッケー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 。気持ちいい。何？味方二人やられた。いや、やっぱエクスプロシャーにやられたのか？やべ、自軍入っていくな。おお、あ、雨か。びっくりした。ボムでやったのかと思った。雨か。あ、惜しい。いる。待て。いや、味方の行っちゃうか。よし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 。いや、ここにいる。うわ、強っ！また一撃よ。あ、でも勝ったんじゃない？勝ったべ。左と右濡れてるから。よっしゃー！あ、10、まあ、10ぐらいあんのか、差は。意外と差あったな。僅差だと思ったけど。はい、マッチングしましたー。よろしくお願いします。アンチョビはね、いつも左側塗るんですよ。こっち側がやっぱさ、塗りが残しちゃうから、誰も塗らないし、左から行く人なんか少ないじゃん。なんか僕最初いつもここ塗ってるんですよね。まあ、リアルだけじゃなくて他の武器でも塗ったりしてる。まあ、塗り残しあるんだけど、時々。忘れちゃうんだけど。ちょうど雨は一個スペシャル溜まるしな。雨じゃなくても溜まるしな。危ね。はい、いや、マジか。フローにやられたか。え、これ来るか？フロー来る、フロー来る、フロー来る。来てる。あれ？あと一発。オッケー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 。いや、危ねえ、やべやべやべ、怖え。抜かれると思った。でも、二人やったぞ。よーし。いけ、ハイプレイ。ナイス。一緒に行こう。あ、なんかいるじゃん。当たってる。オッケー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 。ナイスハイプレイ。ハイプレイが教えてくれたね、場所。うわ、チャージャー怖いなー、あの場所ね。チャージャー怖いね、あれ。うちのチャージャー抜いてくれればいいんだけど、うち二人いるからさ、どっちか抜いてくれないかな、相手のチャージャー。塗れない編成だから、俺が結構塗らないと、あぶやぶやぶ。俺が塗りに回らないと厳しいぞ、この試合は。やっぱ下いそう、下いそう、下いそう。あ、これやれるちゃう。一発。ナイス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 。あぶね！ボルトいる、ボルト。ほい。この下やりたいな。怖いな、潜伏されてんの。強っ。ここのボム強っ。待って、逃げんな。危ねえ。はい、オッケー。はい、で、入中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 。左いないべ、もう。オッケー、ここ塗っとこう。敵陣地攻めるより塗った方がいい、絶対。ピンクが。で、雨も溜まるしな。やばくなった、雨使いましょう。いや、そこのお風呂怖いんで、あ、ナイスナイスナイス、やってくれた。いる。いや、こっちいる。やべ。いや、これマニューバじゃなかったら、リアルシッパーじゃなかったらやられてたぞ。あとちょっと、オッケー。いや、巻いてきついんじゃない？待って、今雨のやり、あ、待って、3落ちしちゃったか。3落ちして、あー、スペシャル上がれた。最悪。やめろ、やめろ、やめろ。危ね。オッケー。よし。もう一人いる。ちょっと当たってる。危ねえ。あ、やっちゃった。いや、最後3落ちでかいけど、どうなんだろう。厳しいかなー。あー、ギリギリ勝ったー。そんなギリギリでもなかったけど、俺的にギリギリだったな、この試合は。まあ、チャーニーとリアルスイーパーと、塗りが弱かったもんね。ガチホコバトルよろしくお願いします。右から行こうかな。いるね。ちょっと当たってる。やれないか。
帰ったな。あのリールガンちょっと見てるな、俺のこと。まだいる。多分俺のこと倒そうとしてるね。突きついて倒そうとしてる。怖いな。オッケーオッケー、一人倒して、雨も垂らしとこう。で、これで無理やり引かすから。よし、リールガンだけだ。あ、ナイスナイスナイス。ナイスシールド、ナイスシールド。矛を、矛を進めればいいんだよ、矛を。いや、痛い隠れるでしょ、これ。そこいる。あ、ちょっと当たってる。危ねえ、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 危ねえ。オッケー、今、におち、におち、行こう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 。あ、痛い、痛い。そっちで二人いるのか？どこだ？そっちか。任して。いや、ナイス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 。いや、6、でかい。6まででかい。でかい。でかいぞ、これは。あ、ナイス玉、あーん。ブロック、クソ邪魔だった、今。ブロックに引っかかっちゃったよ。いや、ナイス玉来るって分かってたの、ブロック引っかかっちゃった。雨でもすぐ止まるな。矛左から来られるとさ、結構止まんない時ってあるよね。ナイス、アーマー。とりあえず時間稼ぐしかねえな。倒し行きたいんだけど、ナイス、味方。オッケー。どこだ、あと一人。なんかいたべ、どっか。あ、そっちか。いる。ナイスー。いや、知ってみて。あ、待って、こっちにもいるじゃん。うおー、気持ちいい。やっぱ射程長いって便利だわ。今、マニューバーだったら倒してないしな。コンクレの射程でマニューバーと同じ動きできるってのはとてもいいかもしれない。いや、いそう、ここ。やってくれた。うお、いや、これ出てきそうだな。あ、ナイス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 。転覆しそうで怖いんだよね。ローラー怖いんだよ、ローラーが。生きてるし。あー、ローラー危ない。それだよ、怖いの、ローラーの。なんかいっそう、いや、いっそう、怖い。いないか、いないわ。あ、ナイスナイスナイス。裏見てくれてるから。うおー、ローラー、やめろ。うおー、怖い怖い怖い。急に出てくんのやめてよ、ほんとに。もうやめて、急に。びっくりするから、ローラーだけは。他の武器だったらまださ、すぐ死なないから、うーってなるけど。ローラー怖いんだよ。まだ見せ無理。また来そうだな、ローラー。あー、なんか来てる。違うの来てる。ライムか。なんかいる。あー、ナイスナイスナイス。ナイス、俺。いや、後ろ来させないよ。俺ずっと見てるよ、後ろ。あ、待って。ここ取られたか。ここの方行かなきゃな。あー、この攻められんの嫌いなんだよな。ここ袖攻められんの嫌いなんだよね。これ嫌いなんだよね、俺。裏から行くべきかな。なんか上？オッケー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 、強い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 。裏から行くべきだ。やばいやばいやばい、行っちゃい行っちゃい行っちゃい。全然当たんねえ。いや、頑張ってくれ。あ、オッケー、任せ。オッケーオッケー。やあ、逃げた方向だった。申し訳ねえ。逃げる方向間違えたね、今。でも6はきついっしょ。30秒、30秒で6きついよ。いる。いや、死にそう。あ、ナイス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 。あとちょっと死にそうなとこやってくれるの、マジででかい。すげえ助かる。あー、変な方向落ちちゃった。え、なんか後ろいる。マジか。やばい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 。やばい、3落ち、やばいやばいやばい。やめろ。おっ、止めた。味方が止めた。ナイス。これ割られなければ勝ちる。割られなければいける。よし、取って、オッケーオッケーオッケー。危ねえ、最後危なかった。誰だろう、止めてくれたの。ちょっと当ててたからアシストついたんだけど、止めてくれてよかった。いやー、よかった。ありがとうございました。熱い試合だったな。
いや、ナイスです。味方ナイス。